みんな使ってますか TikTok。 毎日新聞2020年7月28日自民が TikTok 制限提言へ、9月にも政府に提出、米国は使用禁止検討中。世界的に TikTok はやばいでってなってんねんな。記事によりますと、自民党のルール形成戦略議員連盟は、こんなんねんな、会長甘利さんや、国会内で会合を開き、短編動画アプリ TikTok など中国の企業が提供するアプリやソフトウェアの使用制限を求める提言をまとめる方針を確認した。9月にも政府に提出する方針。 TikTok は中国の IT 企業バイトダンスが運営し、短い動画を気楽に投稿視聴できるアプリとして若者の人気を得ている。しかし今年6月下旬にインド政府がサイバー空間の安全確保のためとして使用禁止を発表。7月上旬にはポンペオアメリカ国務長官もダウンロードすると中国政府に個人情報が渡ってしまう恐れがあるとして使用禁止を検討する意向を示している。記事はまだ続いておりますが、大阪府は TikTok と仲良するみたい。時事 .com ニュース7月21日 TikTok が大阪府と事業提携協定を締結、不正情報や大阪の魅力発信を支援。なんだか KY って感じ、空気読めない。元祖 KY は珊瑚礁事件の朝日新聞社やけどな。事業内容詳しく記事に書かれてあんねんけど、割愛。日本維新甘がっぱの会感動の吉村は、今年2月に医療用防護服とゴーグルなど1万セットを中国共産党に差し上げて在庫ゼロにして、在庫がないから国になんとかせえって言うて、で大阪市長の松井が甘がっぱちょうだい言うて甘がっぱをくれくれして、善意の甘がっぱが大量に届けられて、6月25日の毎日新聞によると、大阪市善意の甘がっぱでうっかり市条例違反か大量保管消防に無届け言うて、甘がっぱ集めて市役所本庁の玄関ホールでおよそ33万枚を保管しとってんて。そしたら市火災予防条例に引っかかっとんのちゃうんかって指摘されてて、甘がっぱっていうのは合成樹脂製品で指定可燃物と定め、一箇所で大量保管する場合は消防当局への届け出を義務付けているんやけど、大阪市は無届けやってんて。善意の甘がっぱ、あれからどないなったんやろな。話を TikTok に戻して、大起源によると TikTok はこれまでに広島県、大阪府、埼玉県、神奈川県、横浜市、神戸市、福岡市と業務提携してんねんな。日本の国は親中派が多い、架空で共産党が多いねん。それしゃあないねんけど、日本維新甘がっぱの会は中国共産党より違うの？7月27日の大阪府の報道発表資料によりますと、中華人民共和国中大阪総領事の表敬訪問について、2020年7月27日15時50分、これは提供時間、内容、この度華新寮中華人民共和国中大阪総領事が知事を表敬訪問されましたのでお知らせします。日時、令和2年7月27日月曜日15時から15時20分場所、府庁本館3階特別会議室第来訪者、華新寮中華人民共和国中大阪総領事。2016年から2019年までは在福岡総領事やったみたいだな。マスコミは維新を持ち上げてとてもクリーンな良い政党と思わせてきましたけど、日本維新の会ができるとき民主党の連中が紛れ込んでるからね。民主党ができるときに社会党の連中が紛れ込んでんね。社会党の連中は社会主義インターナショナルっていう国際組織なんですね。で、社会主義インターナショナルの副議長が日本にいて、それは
社民党の福島みずほなんやけど、多くの人たちはコミンテルン系共産党は恐ろしいものという認識はあるのですけど、社会党系社会主義インターナショナルの恐ろしさは全く知らなかった人の方が多いんですね。社会主義インターナショナルっていうのは、そもそも国際共産党コミンテルンと同じ組織やったんです。分裂して第三インターナショナルコミンテルン国際共産党と社会主義インターナショナルができたんですね。だから日本の今現在の野党は全滅や思います。自民党に公明党がついてて気色悪くても、我々日本人には残念ながら自民党しかない。公明党の支持母体っていうの、宗教団体は赤い勢力で、池田の大ちゃんは中国共産党の人たちにホイホイされて、中国では写真家言うて写真展開いたりしてんねんけど、共産主義の世の中を目指しているいうテレビ番組見てんけど、全国民、いや世界中の人たちは社会主義インターナショナルの恐ろしさ、コミンテルン国際共産党の恐ろしさを知るべきやと思うねんな。そもそもは同じ組織。日本維新の会にはジョージ・ソロスの元アドバイザーや谷畑隆っていうちょっと残念な恐ろしいおっさんの秘書やって、ご本人もグーっていうやつがいたり、こないだ体調不良かなんか知らんけどそれでやめてるけど、谷畑隆のことちゃんと調べてみって感じやねんけどな。まあみんなそんなん言うてもみんなわけないやとか言うて否定すんやろけどな。大阪都構想で外国人特区作る気満々やろって感じで、日本維新の会はどんがいやねんな。今時 TikTok と業務提携するって赤いからやろな。そんな日本維新甘がっぱの会を持ち上げるマスコミは赤いねんて。四六時中政府批判安倍批判をやっている連中は共産党系や思ってえんちゃう。大阪の自民党共産党と組んだり、ほんま気持ち悪いけどあからさまな敵選んでる方がええんかもしれんな。社会主義インターナショナル系の連中の方が立ち悪いしな。選挙っていうのは支持してるから投票するのではなく、あいつやばいからあいつを落とさなあかんからいう感じで投票するしかないのよね。共産党と組む自民党の候補に失望して大阪の有権者は維新に入れてもてんな。テレビマスコミが持ち上げてるしな。テレビマスコミが持ち上げる連中はやばいねん、赤いねん。